どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはレゲエいきます。ライオンの子、スピナビル&ケーブマンズ。こちらの曲はですね、こうヒットチャートを賑わすような曲じゃないんですけど、このすっごい熱いメッセージと、このレゲエのムードと、このゆったりしたレゲエのムードと、あと曲のメッセージがね、まあすごいこうグッとくるんですよね。これやってみましょう。お子さんがいる方、ほんとね、お子さんに歌ってあげるとかもうこれ最高だと思います。コードは簡単ですけど、ちょっと歌がね、やっぱレゲエ独特のこう間みたいのがあるんですけど、楽しくこれ体揺らしてね、ゆったり、ウクレレでレゲエ。やってみましょう。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン。このガズレレシンプル簡単バージョンにこのレゲエ曲挑戦してみませんかと。後半はですね、かっこいいバージョンをやります。この後半はですね、もうちょっとね、かっこいいんですけど難しい。いわゆるレゲエのビートっていうか、裏打ちと言われるね、独特のリズムなんですけど、ちょっとそれを再現しています。2バージョン、最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで楽器やってみたかったけどチャンスがなかったですとか、私はちょっと不器用なんで無理みたいですとか、楽器一回チャレンジしたんですけど、挫折しましたというような、そんなような方がね、もうあっという間にウクレレ弾きながら歌える、弾き語りができる、プログラムがあるんですよ。このプログラムを見て今全世界中の方がガズレレ YouTube でもう何万人も音楽始めてますよ。皆さんも始めましょう。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけで本当あっという間です。これ YouTube 動画なんて無料ですからね。今すぐ始めましょう。ここからですよ。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしている初心者レッスン動画がすでに1500曲ぐらいもうアップロードされております。皆さんこれから音楽を聴くからやるにどんどん変えていきましょう。それではライオンの子、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、熱いメッセージとともにやってみます。 1, 2, 3, 4. お前はライオンの子、その掛け替え泣きかせて追うな、バナを駆け抜けろ。お前はライオンの子、時に牙を剥き出して自分のせい雲な不条理に大きな目を光らせ吠えるんだ。立ち上がったライオン、噛みつけバビロン、探し出せさたどり着くから。立ち上がったライオン、噛みつけバビロン、探し出せ財宝、たどり着くから。大地が抱えたしくり、変えられなかったヒストリー、これからお前一人、正義の縄張りだけ守っていけよ。はいや、うわあ、立ち上がったライオン、噛みつけバビロン、探し出せ財宝、たどり着くから。立
ち上がったら I am 噛みつきバビロン探し出したいたどり着くからお前はライオンの子スピナビル&ケーブマンズのライオンの子。まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンゆっくりやってみました。コードはね5個です。これ入門コード5個なんで、これは初心者の方でも演奏は簡単だけど、さあ先ほども言いましたけど、このレゲエ独特のこの歌のタイミングっていうかね、まあグルーヴ感っていうんですかね、ちょっとリズムの後ろにこう後乗りで来る感じっていうのが、まあ、なかなかこうつかめそうでつかめないようなムードなんですけど、なるべくこうムード、自分の中でムードを高めていくのもすごく大事だと思うので、ぜひぜひこう取り組んでみてください。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルちょっとショートカットバージョンにさせていただいております。主にですね2番をねショートカットさせていただいてるんで、フルコーラスを私やりたいわという方いらっしゃったら、1番のかあのコードを書いて2番の歌詞を書き足してオリジナルの楽譜を書いてみてください。はい、そして今のガズレレシンプル簡単バージョン YouTube と一緒にまず一緒に合わせてゆっくりでいいんで、演奏して練習してみましょう。それができるようになったらまずファーストステップクリアです。おめでとうございます。そしたらその次のステップいきませんか。その次のステップは何かというと、今度は、YouTube と合わせるんじゃなくて、自分自身だけでお一人だけで音楽をやってみる。コードを弾いてリズムを取って歌を歌う、これ一人だけで音楽を生み出してみましょう。その時でも最初のうちはやっぱり楽譜があった方がいいですよね。いずれこの曲も覚えちゃった方がいいと思うんですけど、慣れるまではやっぱ楽譜が必要だと思います。じゃあ楽譜ってどこにあるのっていうことなんですけど、今からちょっとその楽譜を手に入れる方法をちょっとシェアしたいと思うんですけど、今ですねガズはこんな感じでね、ライオンの子このノートを見ながら今演奏したんですよ。でこのノートそのものを今からこの画面にこのカメラに映して大写しにしてシェアするんですけど、今とっても便利なサービス、これが始まってます。これガズクラブというサービスなんですけど、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のライオンの子を含むガズが今まで書いて書きまくってきたガズの手書きノート楽譜のもう膨大な数のストックの中から、皆さんがこれやってみたいなと思う曲毎月5曲お選びいただいてダウンロードしてすぐに練習できるよという画期的なサービスなんです。でね、このねガズクラブっていうのは楽譜のダウンロード以外にも山盛りのコンテンツがいっぱいついておりまして、まずですねガズクラブメンバーになったらガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあります。すごいでしょ、アプリですよ。そこで落とした楽譜の管理だとかいろんな情報とかこうゲットできるっていう、まあ画期的なそのアプリがあるんですよ。これがまた素晴らしい。そしてあとはですね、ガズオンと呼ばれている毎月2回行われている全世界中から参加していただけるものすごいでっかい規模でやっているオンラインイベントがあります。オンラインライブでもう全世界中で一緒になってわーっとセッションしようということで、毎月課題曲を決めて、まあ月2回やってるんですけど、ね、次回はこの日程になってます。もういつも大盛り上がりです。もう汗だくでね、もう世界中とセッションみたいな感じやってます。そして毎朝7時からガズ、ラジオ配信をしているんですよ。これがすごいです。ガズクラブの特典すごいでしょ。毎月2回のオンラインライブ配信と、毎朝7時から365日やってるラジオ配信。ここでもね、なかなかいい話が聞けますからね。あと、それと楽譜のダウンロードもちろんと、もう盛りだくさんになってるんですよね。ぜひ皆さんガズクラブご検討ください。あともう一つのサービスやってて、ガズクラブとは別のサービスなんですけど、このガズレレ大学です。こっちはですね、ちょっとこのリズムの深めようとか、ウクレレのもうちょっとその奥に、もうちょっとその深めたい、もうちょっと知りたいっていう、ちょっとこうお勉強、大学ですからね。これアカデミックなことをやります。こっちはですね、毎週2回のライブ配信コンテンツでも濃厚にリズムとかコードの押さえ方とかも研究室みたいなもんで、ここもね、なかなか面白いんですよ。毎週2回ライブ配信で講義、ガズレレ大学の講義をやっておるというね、なかなか面白いことになってまして。そういうわけで今、ガズクラブとガズレレ大学とか2つあるんですけど、まあガズクラブのイメージは、こう楽譜ダウンロードしてもそこでみんなでワイワイやる、もう街づくりみたいな感じで、もう本当に楽しい集まりって感じで、ガズレレ大学はちょっとこうアカデミックなね、お勉強するスタイルなんで、ちょっとこうシュッとしてキャンパスライフ行こうぜみたいな感じなんで、まあまあご検討ください。概要欄にねリンク貼っときますんでご活用ください。それでは楽譜を見ていきましょう。ライオンの子、はい、スピナビル&ケイブマンズ。はい、ライオンの子すごいメッセージソングです。このリズムのビート感とこのなんかこう緩やかな感じ、
すごくこういい感じでございます。はい、コードはめちゃくちゃ簡単ですけど、やっぱ何回も言うように歌の乗せ方がこの曲は難しいのでございましてですね、シンプルです。はい、今こうやって映していくんで、皆さん一時停画面を一時停止して手書きで書いてもらうか、動画のテロップ、演奏動画のところのテロップを一時停止して書いてもらうか、先ほど紹介したガズクラブでこの楽譜そのものをダウンロードしてもらってもいいと思うので、とにかく楽譜用意していきましょう。はい、ここ B メロですね。ここのちょっと泣けちゃうメロディーがすごくこうグッとくるんですよね。はい、はい、さーっと映していきます。これはだからもうコードは簡単、本当に、歌です。やっぱり本当ここら辺のムードサビですけどね。はい、こう韻を踏んでる感じとかも すごいね、なんかクールでかっこいいんですよね。で本来はここで2番が入るんですけど、ここショートカット2番の B メロンから入っていて、間奏もちょっとショートカットバージョンにしていて、でまたここサビに戻るよという感じで、で最後ラスト、ほんのちょっとだけ A メロに戻るんですね。お前はライオンの子って感じでやって終わったというのがガズレレアレンジです。曲はめちゃシンプル、もう本当にね、じゃあ出てくるコード解説すると、これ見て下に書いて、ちょっと今日場所なくなっちゃったんで書いて、いつも表はないんですけど、 C と Am と F と G7 と Em7、 これはですねもう入門コードなんですよ。この5つ、これは安心の入門コードのグループ、これです。ドーン、ガズレレ必須コードのグループです。このガズレレ必須コードって一体何かということなんですけど、ウクレレで音楽始めてみたいなという初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい超簡単入門コードのグループの名前なんですけど、そのね、ガズレレ必須コードで10個のコードあるんです。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たら入門コードなんでめちゃくちゃ簡単なんですけど、10個いっぺんに覚えようと思うとごっちゃごちゃになるんだよ、頭がね。私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ入って覚えられちゃう動画を撮ってます。この動画ここでねちょっと10個覚えてください。今日そのうちの5個出てきますけれども、ここでね全体像を覚えてもらった方が早いと思うんですけど、どっちにしろ初心者入門コードですから、ちょっとですまず最初ファーストステップいりますけど、ぜひぜひトライしてみてください。はい、今日はそのうちにコード5個で、今のシンプル簡単バージョンもかっこいいバージョンもこのままいくんですよ。はい、そういうわけでですね、じゃあこれからちょっとかっこいいバージョンの解説に入っていこうかと思うんですけど、いやその前に今のですねこの4つ引きのバージョンだとちょっとレゲエっぽいリズムの雰囲気はやっぱちょっと足りないなと思うかもしれないんですけど、ちょっと待ってくださいと。まずですねこれ歌がすごくこう難しいというか、レゲエ調のあのムードってなかなかすぐに歌える感じじゃないですよね。溜めてちょっとこうアドリブを聞かせるような、すごくこうフローっていう感じで、ちょっとどっかラップっぽい雰囲気もあったりとか、メロディーもあったりとか、その感じをですねこう4つ引きでまず歌でちょっとね体感してもらった方がいいかなと思うんですよね。こういうきっちり歌い分けするような感じの曲じゃなくて、ゆるい感じっていうんですかね、まさにこのなんつうのレゲエスタイルというかね、まあそういう感じのニュアンスを汲み取っていただいて、まずはこの4つ引きでその歌、そのビート感、それでかっこいいバージョンの練習に入っていきましょう。はい、じゃあかっこいいバージョン解説入っていきます。かっこいいバージョンはこれ迷うところなんですけど、やっぱりね、もうやるしかないでしょうね。これです、リズム、出てくるリズム、これドン、かっこいいレゲエビートというのをやってますけど、これ要は裏打ちのリズムですよね。ダッ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 ダですよね。ワン、ツー、スリー、フォー、ダッダッ、この後ろのちっちゃ、この裏のリズムがかっこいいんですけど、これレゲエのビートっていろんな レゲエビートガズレレでも紹介してるんですけど、今回は本当、まあガズもちょっと気持ちよくやりたいなと思って、かっこいいレゲエビートっていうのがあるんですよ。ちょっとやってみます。かっこいいでしょ、これちょっと難しいんですよね、でもね。で、大概案としてレゲエビートめちゃくちゃ難しいんで、ちょっと難しいなという方におすすめなのが、アイランドビートっていうのもあります。アイランドビートっていうのは、ちょっと雰囲気似てるでしょ？ちょっと難しい方はアイランドビートがいいと思います。ということで今日はね、レゲエビート、かっこいいレゲエビートとアイランドビートの2つをご紹介します。で、今回のかっこいいバージョンではガズはかっこいいレゲエビートでやろうと思うんですけど、これちょっと難しいんで、アイランドビートだとね、これぴったり合うんですよ。なんで、ちょっとどっちかでチャレンジしてください。この2つの弾き方の解説動画、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からかっこいいレゲエビートと、アイランドビート、ちょっと練習してみて、まずはアイランドビートの方がいいと思う。そっちの方がちょっと簡単。かっこいいレゲエビートっていうのは、このシャッフルのリズムにカッティングも入ってるんですよ、これ。カッティング
ングも入ってる。こういうミックスがすごく多いんで、なかなかね、こう一筋縄ではいかないリズムなんですけど、でもこういうリズムも、やっぱすぐにはできないけど、時間をかけてできるようになっていくんで、ちょっと動画見てね、練習してみていただくのがいいかなと思います。そしてこういうレゲエっぽい曲って、結構この、淡々とね、特にこう何にもなくこう進んでいくのがまたそれがかっこいいんですよ。この歌って表現していくっていうのかな、そのループ感っていうのかな、そういうのがすごいかっこいいんで、この曲はめっちゃシンプルです。だから本当にめっちゃシンプルなんで、ずっと最初から最後までこのリズムで弾くんですけど、ちょっとね、言うとワンブロックに4つコードが入るところがあって、例えばちょっとこんな感じです。探し出せザイオンたどり着くからのところで、このたどり着くからのところだけど、ここはレゲエビートでやるっていうよりは普通の16ビートみたいな感じで、たどり着くからカタカ F G7 C からチャッカチャッカみたいなシーンところだけでちょっと一回チャを入れるぐらいの感じで、まああんまり意識しなくてもいいかなと。これワンブロック4つのところでちょっとそういう感じでこう、まあ流す感じでいいと思うんですけど、あとですね、間奏があるんですけど、そこの間奏のところでちょっとカッティングでこう間をつなぐ。この本編だとスピナミル&ケイブマンズさんのその演奏では、そこのところでこうドラムのね、パーカッションのもういかにもレゲエみたいなタランタランタみたいな、そんなおかずが入ってるんで、それを再現するためにまあカッティングでタンツッタクツッみたいな感じでちょっとやってます。これは演奏見ていただくとそういうことかと思うんですけど、カッティングってこう左手で弦に触れて、このカチャっていうところでリズムを刻むっていうやつやるんですよね。ちょっとやってみると、感想から、せーのー。あ、こんな感じで、アドリブをどんどん聞かせていくんですね。で、次で F で一回止まって、タッ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 、立ち上がったら、よーとサビに行きます。このカッティングでこう2ブロック F で繋ぐ。この辺のちょっとね、意識してください。入門コード5個で、ほんとリズムもずーっとこう繰り返しの淡々としたところでやるんですけど、まあ何回も言うんですけど、やっぱり歌ですごく表現するっていう要素が高いですね。演奏は本当にこう、大地のような感じ。そこにこう、歌でこう、言葉のタイミングとリズムと、歌詞の中身のメッセージ。それがこう一体になって、こう、レゲエっぽいこのゆったり感と、こう、熱さ、ね、熱意の熱さがね、シェアされるんじゃないかなというふうに思います。やっぱりこれ歌ですね。もう相当聞き込んで、こう、タイム感までこう、覚えて、最初はモノマネみたいな感じでいいと思うんですけど、ぜひともこの気持ちがいい、ゆったりしたグルーブ、それを感じながら、熱いメッセージとともに歌っていきましょう。スピナビル&ケイブマンズのライオンの子ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1, 2, 3, 4 あれあれラララララお前はライオンの子そのたてがみなびかせてライオン噛みつけ
けバビロン探し出せ財布たどり着くから立ち上がったライオン噛みつけバビロン探し出せ財布たどり着くからお前はライオンの子ライオンのこうガゼレレ流かっこいいバージョンやってみました。もうすごい体が全体的にこう揺らしてこうグルーブの中にこうどんどんこう入っていく、そこでこう紡がれるこの言葉のメッセージ素晴らしいです。気持ちがいいですね。この晴れたね時に演奏するにはこういう曲すごく気持ちがいいんですけどね。ぜひ皆さんこのレゲエっぽい曲チャレンジしてみてください。さあお知らせです皆さん、今日使ってるこのウクレレガンのオリジナルモデルで、これも製品化が決まってるんですけどまだちょっと具体的になってないんですが、実は本日、はい、ガズのわがままウクレレとガズの初めてウクレレのこっちは販売再開、こっちは予約注文再開、あとセミオーダーウクレレも予約販売再開になってます。この辺のことちょっとここにリンク貼っときますからね、ちょっとご確認ください、よろしくお願いします。これガズレレのアプリがあるんですよ。ご存知ですか？スマホとかタブレットに入るアプリなんですけど、ここにですね、40曲の新しい曲のブロックが追加されたそうというニュースが最近飛び込んできました。あと、それに、まあ、付随しまして、そのアプリのね、アプリで提供してる楽譜が、こうやって書籍になって本当の本になっちゃったっていう、これも新発売です。これガズレシピ。そしてですね、これも皆さん毎度お馴染みだと思うんですけど、このリットミュージック社から出てるこの赤、青、黄色、信号機みたいなこのガズレレのこのソングブックと教本なんですけど、この度ね、この緑色の本がですね、4月にですね、リニューアルして、中身がちょっと入れ替わってですね、さらに進化版になって、発売になります。これもね、概要欄のところに貼っといたりします。それとさっきもお伝えしたんですけど、ガズレレ大学とガズクラブ、こちらの方も大変盛り上がってますからね、これの方もさらにフォローしてもらいたいと思うんですけど、あとちょっとここにいつも挟んでるこの水引きだとか、ストラップとか、キャップだとか、もういっぱいグッズも盛りだくさんで盛り上がっております。いや、これからね、ちょっと春めいてきてね、暖かくなって、お外行って公園とかでね、聞くのにもすごくいい季節だなと思います。音楽は聞くよりやる方が最高。皆さん、日常生活にポップな音楽を取り入れてまいりましょう。また、ガズレレ YouTube チャンネル見てくださいね。今日は見てくださってありがとうございました。さよなら。